えー、皆さん、こんにちは。ゴール d t v です。今週もよろしくお願いいたします。えー、っと、今週からもう9月ですね。えー、夏休み。学校に行っている小学生、中学生。あと一部大学生。もう9月から、えー、学校という人も多いかと思うんですけれども、このチャンネル見てる人の多くは、えー、投資関連のことなので大人ですからね、子供の人は見てないとは思うんですけども。 はい、えー、今週もまあいつも毎週そうなんですけども金相場について見ていきたいと思いますしあと、えー、第2部では原油,原油相場まあ、原油相場の影響でですね、えー、今電気料金がすごく値上がりしてましてその状況についてもちょっと触れていきたいというふうに思っていますよろしくお願いいたします、えー、第1部は金相場ですね金の価格について見ていきたいというふうに思っています えーまあ、最初の結論から申し上げますと、えー、ちょっとね、見通ししにくいということです。えー、この、まあ、チャートを見ていただいても分かっている、お、えー、分かりの通りかと思うんですけども、えー、値動きがほとんどフラット状態。フラットっていうのは横ばいですね、えー。上げては下げ、下げては上げるというふうな繰り返しの展開となっておりまして、えー、いわゆるレンジ相場に入っています。 まあ今のところ、ですね、えー、この、えー、2020年夏場からですから、もう約2年間、2年,2年以上、うんまあえー、下値が、ね、1640ドル、上値が2000トビ80ドル、えー、この約上下400ドルの幅、値幅の中での、まあ、フラットな値動きに入っているということですね。まあ、ほとんど中心年値と言いますと、ドル建てベースで1800ドル、2000ドル、この間、えー ここの200ドルの間が中心になっているわけなんですけども、非常にね、えー、見極めにくいという状況で、今足元は一旦この下値の、まあ、えぇ、ー、下限値近く、下限値近くっていうか、まあ、ほとんど、ほぼ下限値ですね。まだ下げたんですけども、一旦上げて、また下げているというふうな展開で、足元も先行きの見通しがしにくいというふうな状況になっています。 まあ、今の状況とですね、これからどういうふうなあ価格の推移になっていくのかっていうことを、まあ、<laughs> 予想する上でテクニカル的な見方が、えー、必要不可欠となってくるわけなんですけれども、えー、まあ、週スで見ますと、最初にまあ、えー、相対力指数、うん、RSI ですね。こちらの方は <laughs> 40ポイント近くまで下げてきてまして、うん、中心が50ですから。 変、えー、われすぎても、売られすぎてもないというふうなことです、まあ、若干売られすぎというようなことですけど、ほぼ <coughs> 中間値で推移しているということです。えー、ただですね、次の、えー、MSCD、いわゆる MacD を見ていきますと、このね、赤い線と青い線がそろそろこの下限値近くでクロスしそうな感じですよね。ちょうどまあ、あ交差しそうな今状況にありまして、 これ、どういうふうなことを意味しているのかと言いますと、この2021年、えー、7月から5月にかけたこの状況と非常に似通っているわけなんですけれども、まあ、あーゴールデンクロス、えー、デッドクロスからゴールデンクロスに切り替わりそうだということで、売り相場から今後は買い相場に入っていく。短期的には上げていく、まあ、えー、シグナルが出てる出そうだと。出てるじゃないです、ね、出そうだというふうなことですね。 あと、ストキャスティックスもですね、まあ、下限値まで来たので、ここからは、まあ、反発に転じていくだろう、いくであろうというふうな予想が成り立ちます。まあ、あと、ウリアンスパールもですね、えー、まあ、RSI と似てるんですけども、ちょっとね、えー、先行きの見極めが難しいというふうな形になってます。うんあと、えー、普通の、まあ、あ チャートだけではね、分かりにくい部分があるので、次のグラフはまあ一目均衡表でまあ見ていくというふうなことなんですけども、まず最初、まあ大きな大前提、大前提というか大きなことは、えー、ニュークのドル建ての金相場はダブルトップをも形成してしまっているということですね。ダブルトップを形成したということは、えー、これから本格的な下げ相場に入っていく可能性が非常に高いというふうなことを意味しています。 ただ、下のもね、硬いので、このダブルトップから大きく下落する可能性がある、いわゆる大天井が形成されたっていう可能性があるんですけれども、この2000飛び78ドルを抜く、あるいは2000飛び89ドルを抜くとなると、このダブルトップを上に抜けて、再び上げトレンドに入っていく可能性もね、えー、全くないというわけではないので、 まあ、予想は、その辺も難しいんですけれども、基本的にこのダブルトップが形成された相場なので、ここから大きく下げる可能性があるということは言えるかなというふうに思います。で、<laughs> まあ、再びこのダブルトップを上,上に行く、上に抜けるにはですね、この一目均衡表のこのトップ、この <laughs>、ここのあの、抵抗帯の雲、車線部から上にまず抜けないと、これがまず第一段階ですね。 今この抵抗体下で推移してて、売り相場になってるんですけども、ここからこの抵抗体に入って突破してから、うん、この条件をクリアして初めてこのダブルトップを、まあ、上にブレイクする、まあ、あチャンスが生まれてくるってことなんですけれども、うん、ちょっとね、今の状況だとその辺も見極めにくい。まあ、通常通り考えあれば、ここから下げ相場、えー、ダウンタウンドに入っていくだろうというふうな見方になりますよね。 一方の、じゃあ、東京金、円建ての金相場はどうなのかということなんですけども、こちらの方も、まあ、見てお分かりの通りなんですけども、これ、週間ベースでのロウソク足なんですけれども、こちらの方もね、8000ドルを2回突破してなんですけども、これでダブルトップが形成されて、ここから本格的な下げ相場に入っていく可能性があるということですね。うん、まあ、通常ですと、この、下値支持線。 ずいうとこうつなげていきますと、まあ大体7500円ぐらいまでは、まあ下げるだろうというふうな予想が成り立ちますね。あと、この MSC で m a c d e a の方もまだまだ、えー、デッドクロスからずっと下げ相場の場面なんで、まあこれがゴールデンクロス化しない限りは、まあ、あまだ下げ相場が続きそうだというふうな予想が成り立ちますね。日なだけはですね、あとそうですね、 少なくとも3、4ヶ月はかかるだろうということですので、今9、1一1年内までは下げ相場が続く可能性があるかなというふうな感じですね。で、東京の方ね、ダブルトップをつけて、まあ,あ、下げ予想なんですけれども、下にはやっぱ,やっぱり硬いですね。まあ背景にはこの円安という部分があって、この間前、先週のん金曜日に140円まで円安が進んだということですね。 まあ、なんかニュースによると24年ぶりということなんですけども、まあ、非常に激しいね、円安。まあ、あドルが強いということと、まあ,あ、まあ、それが一番大きいですね。まあ、あと、日本の要因でも、日本の <laughs> 国力が非常に下がっている。うん、成長も、えー、経済成長も <laughs> 鈍いということもあって、円が売られやすいというふうな状況になってますね。 で今まで触れてきたドル建ての金の価格、それと円建ての日本の金,金価格、これはまあ比較なんですけども、これは、えっ、ー、とですね、えー、大手地金ネッの、まあ,あ、ところから拾ってきたグラフですので、まあ、これ見てお分かりのとおりなんですけどこの青いところがドル建て金。 えー、赤いところが円建て金ですね。まあ、ほぼ今、ああ、まあ、ちょうどいいぐらいというか、<laughs> これまでね、あのー、海外ドル相場の方が、まあ、ちょっとね、えー、プレミアをつけて推移してたんですけど、ここにきて、円、円相場が、えー、まあ、これ逆なんですよね。本当はこれ、えー、ずっとこれリンク、本来はリンクしてるので、円安で、まあ、ここに来て、上げは、えー、円建て金の方が、 まあ、下げしぶってる。上げは、上げ、上げにくいんですけども、この、えー、ドルだてよりも、まあ、下げ、下げ幅が、えー、小さいというふうな状況を示しています。はい。うん。そうですね。今、氷価格は8000、グラム8000ぐらいまでね、いったんですけれども、今7000、 800円ぐらいかな。はいで。まだやっぱ高いですね。歴史的なことを考えると、まあ、まだまだ高い。このね、えー、まあ、3年、4年ぐらい前,前までは4000円台で推移しましたからね、まあ、倍近くまで今上がってきて、まあ、上げ渋ってるとはいっても、まだまだ高値、ねえー、を形成しているというのが金価格の今の現状ですね。 えっと、まあ,あ、次のグラフは、今、足元の現状の入浴金市場の状況を、まあ、示す一つのデータとしてですね、大、えー、口ファンドの売り買い、えー、ポジションがあるんですけども、これはネットロング、えー、売り立てと,と買い立てと、もう当然両方あるんですけども、そちらの、えー、買いから売りを引いた、えー、買い越し、いわゆるネットロングの 状況がこの緑色の棒グラフですね。一時期ね、このずいぶ減ったんですね、えー。つい最近6月、5月6月7月ぐらいまでは、ずっと減ってきて、これね、えー、25万枚を超えていた時期もあったんですけどね、うん、そこからずーっとこう減ってきて、ハイポジションが整理されてずーっと減って,きて、 できてまあ、売り手も増えたというのはあるんですけども、まあ,あ、10万枚を割れたというところから、また再び増加したんですけども、まあ、15万枚まではまだ達してないというふうな状況ですね。当然、あのネットロングが増えると相場は上がりますし、ネットロングの、まあ、あ手芝居、えー、いわゆるロングカバーが先行するとそ相場はまあ下げていくというふうな状況で、まあ、大体ね、この棒グラフと、 実際の金の価格、リンクしてますけども。えー、まだね、うん、でもちょっとまだ多いんですよね。うんだいぶ整理をされたんですけれども、再びこれ10万枚を割れてですね、まあゼロ枚とは言わないですけども、ネットロングの部分がもっと整理されると、再び上げるチャンスがあるかなというふうなことですので、もう少し、もうちょっとね、だいぶ減ってはいるんですけど、もうちょっとへへら減ってくると、 たび本格的な上昇が期待できるというふうなことですね。えっ、ー、と、最後のグラフがですね、金の ETF 市場の状況ですね。はい。まあ、これもですね、えー、この棒グラフの方が金 ETF の保有段高。で、実際の金融価格はこの折れ線の方ですけども、これは完全にリンクしてますね。えー、ETF が増えると金の相場上がる。ETF の数量が減ると金の相場下がるというふうな、まあ、線、えー、の相関。 えー、ですので、まあ、ずっとね、この ETF が下がって、えー、減っているときは、金の相場ずっと下がってきているということです。でして、今ね、足元はどういうふうな状況かというと、まだまだこの金の ETF の数量が減っている状況ですので、これが減っているうちは上がらないというふうな状況ですので、この金の ETF の状況をね、把握するというのは金科学、金価格、金相場の先を読む読み解く上でも非常に 大切、重要ですね。はい。金の ETF、うんちょっとね、えー、地域的なところからちょっと見ていきたいんですけども、これ、世界の金の ETF 市場の保有残高,残高数ですね。この一番シェアの大きい、この紫の部分、これがアメリカですね。アメリカ、北米ですね。北米の数量がね、すごく増えると、やっぱり金の価格は上がっていくんですけども、今ね、 えー、これは、うーんーと、四秋ベースですよね。うん。あ、月別、月別か。うん。ちょっとここにきて、ずっとこう減ってきてるので、犬のイテフね、この、えっ、ー、と、例えば2021年、この夏場ぐらい、この減っていた時期、金の価がぐーっと下がってきてるたんですけれども、それとまあ似たような状況が、今、足元の状況ですね。 金の ETF の保有残高が減っているので、金の価格が下げている。単純にそういうふうな理屈というふうに読み解けます。あと次に支援が多いのがええヨーロッパ、欧州ですね。欧州もやっぱり減ってますね。欧州は今、うん、欧州はもっと減る可能性がありますね。今大変な状況で、まあこれは皆さんご承知の通りかと思うんですけども、電力価格が、ね、非常に高騰しています。 ロシアとウクライナの戦争の、戦争原因で、ロシアから天然ガス、LNG の輸出が滞っている。それで、まあ,あ、ヨーロッパ全体のエネルギー不足によって、電力価格が非常に高騰している。それもありますし、今年の夏、大干ばつ。歴史的な大きな干ばつもありまして、えー、非常に、まあ、えークーラー、クーラーをかけなきゃ、かけるための電力も不足している。 まあ、そういった大きな条件もあって、えー、どういったの経済的にも非常にあの厳しい状況に、まあ、追い込まれている、えー、ということもあってですね、なかなかこの投資の方まで気が回らない。特にあの、金の方、オルタ,オルタナティブ取引とかいうのは、まあ、あ投資の中でもね、どっちかというと株式に比べるとマイナーなマーケットですから、 まあそういったところにまで目が向かない。逆にこの換金するために金の ETF で保有していた分を売却する。まあそういったことで売りの方が、えー、増えてしまっているというふうなことで、金のーマーケットにとっては非常におマイナスの状況になってますね。この赤いところ、アジアはね、増えてるんですね。アジアって言ってもこれ中国ですね。中国とか、このアジア地域は増えてはいるんですけども、あの全体シェアとしては少ないので、大きな影響はないというふうなことですね。 北米とヨーロッパ。これが金の ETF 市場から逃げているので、えー、金はまあ下げやすい状況にあるということですね。まあ、下はの金 ETF の運用資金額ですけども、まあ、金の価格が非常に高いので、えーまあえー、投資金額としてはそれほど変わってないということですね。はい。えっ、ー、と、 ちょっとね、最後の部分になりますけれども、やっぱり金の価格動向を読み解く上では、やはりあの、アメリカとか世界の、えー、金利、金融政策は、やっぱり軽視できないですね。非常に大切ですね。で、この間、あの、ジャクソン・ホールデー、えで FRB のパイウール議長が、まあ,あ、講演をしたんですけれども、まあ、えー まあ予想通りっちゃ予想通りなんですけども、利上げに関してはこれまで通りの利上げ政策を継続しますということを出したので、まあそのことで、これからね、その利上げとともに、利上げというのは金融引き締めですから、これまでの金融緩和政策をまあ打ち消すということなので、だんだん経済にとってはマイナス、マイナス効果になるということで、えー、株式市場にもね、これが発表された直後はまあ暴落したということですね。 一応あの、仮面動画を用意してたんですけども、時間ちょっとね、これ、ちょっと長いんで、長い何分ぐらいかなあ、1分ぐらいか。1分ぐらいですけども、まあ、あご興味ある方はご覧な、YouTube トートでね、ご覧になっていただければというふうに思います。えー、これがアメリカの金利長期ですね。えー、FF 金利、フィデルファンドレート、どん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 ,どんね、0.75,0.75と6月、7月2回、えー、聞き上げましたので、 一気に2.5%まで行きましたね。あと、現在の FMC は3回ですね、えー。今月9月とあと11、12と3回あるんですけども。えー、0.75というね、通常の3倍の速度の利上げをまだ継続するのかとか。まあ、このジャクソンホールの、えー、パウラさんのお話からすると、引き続き大幅な金利、えー、利上げをするというふうなニュアンスでしたので、 9月も0.75の利上げがありそうな感じですね。11月、12月でどうなるか。0.75を引き上げると9月時点で3.25。3.25で、11月、12月で0.5をつ上げると4.25。まあ 4%, 4 5円ぐらいのやっぱり金利調整、ええー、あり得るかなというふうな感じですね。まあ、この辺のね、利年年は今のアメリカの消費者物価指数の、まあ、急速な えー、右肩上がりの状況からすると、まあ予想通りっちゃ予想通りですので、まああんまり大げさに考える必要もないかなというふうに思います。えっ、ー、と、参考までに、えー、金の価格、今ね、横ばい、テクニカルレンジで推移してるんですけども、先ほど申し上げ、グラフで申し上げた通り、ダブルトップを形成してですね、非常に先安感が強い状況になっております。えー、その、その後の超長期、 も,もっと長いスパンで見ると、また上がっていくかなという可能性はあるとは思うんですけども、今の足元のやっぱり中継波動、長期波動を見ても、まあ、ちょっとね、値下がりするというふうに予想するがまが、まあ、ほぼ間違いないかなというふうに思いますので、どっちにしてもちょっと、ね、金の価格に関しては弱気せざるを得ないんですけども、じゃあ、金の株価はどうなのかということなんですけども、金全体の、えー、状況ですね。 HUI。HU これは金の、えーうんうん、鉱山株価指数ですけど、ずっとこう値下がりしてますね。もう先取りして、どん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 今値下がりしてですね、えー、高値どんどんどん、まあ,あ、半分ぐらいまで今、まあ、急落ですね。まあ、暴落と言っていいんですかね。半値近くに来てますからね。まあ、そんなふうな状況になってます。HAU インデックス。こちらの方も同じですね。状況的には同じです。 半値近くまで、高値から半値近くまでずっと下げてきているという状況ですね。HAU は、あの、HUI は金の鉱山会社株価室。XAU は金と銀の鉱山株価指数ですね。ちょっと違いますね。銀が入ってる。えっ、ー、と、あと金の鉱山会社。実際、あのー、金の鉱山会社の株価どうなってるのか。モンと、えー。これも大暴落ですね。ずーっと下げてきてますね、えー。40ドル。 半年、半年以上下げてますね。うん、一気にぐーっと下げてきますね。ゴールドフィリールズ、こちらの方もですね、ちょうど半年ぐらいまで下げてきますね。えー、今年春先までね、ずっと上り調子だったんですけど、この、えーえー、夏場にかけて、大暴落というふうな状況になっております。ということで、金に関しては、口座会社の株価がこれだけ暴落しているということは、それだけやっぱり先安価が強い。 金の価格も、まあ、これから下げてくるだろう。まあ、これが先行必要で、えー、というふうにして捉えるのであれば、えー、これから、まあ、えー、ドル建て金相場、ぐーっと下げてくるだろう。えー、円建ての金相場に関しては、為替も絡んでくるので、ちょっとね、読み方が難しいんですけども、ドル建ての金額、金の価格が下げるということは、やはり、え、円安であろうが、東京金も下げるというふうなことが言えるかな、というふうに思います。ということで、第1部は金のお話でした。 はい。第2部も引き続きご覧いただけると嬉しいです。では、またよろしくお願いいたします。失礼いたします。